ごめん、用があるならまた後でね。ちょっと用事ができたから。あ、そこ？うん。いい。うん。ダメ。そこ、弱いのよ。もう、やめて。お願い。ああ、やめろ！あれ？あら、どうしたの？悪い。ねえ、どうしたのよ。血相変えて怒鳴ったりして。ちょっと勘違いしまって、ごめん。勘違い？ルビーのあんな声聞いてから、てっきり襲われてるんじゃないかと思ってさ。それで助けようとしたの？ああ。私のこと心配してくれたんだ。当たり前じゃないか、仲間なんだから。仲間？仲間だなんて言われたの久しぶりだわ。誰かと組んでもあくまで協力者だったから。怒ってないのか？勘違いしたこと。どうして怒るの？いや、だってさ。勘違いは誰にでもあるでしょ。それより頼もしいわね。私の身を案じて助けに来るなんて。その調子で、危なくなったら守ってね、ケンシ君。じゃ、私はさっきの続きしてもらうから。ごめん、言い忘れてたわ。あいつらが夜になったらここに来るようにだそうよ。じゃあね。
横の男たちの会話聞いてみて。面白いから。ねえ、あたしのこと仲間だって言ったわよね。ああ。仲間が困ってるのを見捨てられないのが仲間よね。ああ。じゃあ夜になったらここで会いましょう。困ってる仲間のために。行きましょう。行くってどこへ？いいからついてきて。ここね。入るわよ。警備兵はいないのか？いないから堂々と入ったんじゃないの。私の情報に抜かりはないわよ。予告状出したのに警備もなしか。舐められたもんだな。違うわ。ここの宝箱は開けようとするとモンスターが出てくる仕掛けになってるの。そのモンスターに絶対の自信を持ってるから、伯爵は警備をつけてないのよ。そんなことしたらモンスターが。こうしなきゃミンストレルの涙は取れないでしょ。すげえ数のモンスターが出てきたぞ。どうすんだ。倒すのよ、君が。倒すって、俺一人でか。何も全部倒せとは言わないわ。宝箱を開けるまで私を守ってくれればいいのよ。無茶な。諦めて逃げようぜ。この数は厄介だ。ダメよ。ミンストレルの涙は私にとって結婚式で投げられるブーケなの。はあ？意地でも取りたいってこと。じゃ、頑張ってね。
じゃあ、さっさとずらかろうぜ。その前に最後の仕上げよ。我が姿を真似し惑わしかげろ。見る者に虚という名の夢を与えん。ミラージュ。窓を破ってまっすぐ突き進んで。入ったところから逃げるわよ。なあ、さっきの魔法は何で使ったんだ。下の方を見てみて。陽動作戦ってわけか。そうよ。警備兵がダミーに気を取られてる間に逃げましょう。君の初仕事に乾杯。乾杯。なあ、なんでこんなことやってんだ。どうしてだと思う？宝石が好きだとか、好き勝手やってる貴族を懲らしめたいとか、そんな感じか。当たりでも外れ。私個人育ちでね、子供の頃の生活は楽じゃなかったわ。だから生まれた時から恵まれた環境にいる貴族が憎かった。何の努力もなしに得た権力を振り回すやつ、そんな彼らに痛みを感じてほしいの。そこまでが当たりか。外れってのは？彼らが憎いだけで怪盗になったわけじゃないのよ。一番の理由は大陸中の孤児院への寄付。貧しさゆえに金銭的な豊かさを貪欲に求めていた。そんな昔の私みたいな子はもう。でも気に入った宝石とかそのままもらっちゃうこともあるけどね、今日みたいに。理由は分かったよ。でもさ、俺を巻き込むのはもう勘弁してくれ。じゃあ今飲んでるお酒の代金払ってね。酒代？あ、これからも協力してくれるなら私のおごりにしといてあげるわよ。これからもよろしく。
また悪いことしようね。ちょっと付き合ってくれる？また盗みに？違うわよ。孤児院に行くから一緒に来てほしいの。なんでまた孤児院なんか。あ、そういや、孤児院出身だって言ってたな。もしかして。私の育った孤児院に行くの、いい？ああ、別に構わねえよ。院長、元気そうね。おかしいわ。宝石を売ったお金を匿名で寄付してるはずなのに。それにこの土地は院長の知り合いが無償で貸してくれていたはずよ。いろいろ事情が変わったんだろう。直接聞いてみた方がよくないか。ルビー、悪いけど君が聞いてきてくれる？なんか訳ありそうだな。さっきから中に入ろうとしないし。ちょっとね。教えてくれよ。なんで入らないのか。院長はね、どんなに貧しくても人のものに手を出してはいけないっていうのが口癖だったわ。そんな院長に怪盗となった私が会いに行ける？
別にそのこと言わなきゃ平気だろう。それじゃあ院長を騙してるようなものだわ。私、院長に隠し事だけはしたくない。できないと思うわ。それにね、私って問題児だったのよ。いつも厄介事を起こして困らせるのは私。しまいには孤児院抜け出してそれっきり。そんな私の顔なんて二度と見たくないわ。きっと私のこと覚えていたらだけどね。さあ、そういうことだから君が聞いてきて。ああ、わかった。いや、さっき偶然ここが取り壊されるって聞いて心配になって。あのさ、ここって院長の知り合いが無償で貸してくれた土地って聞いたんだけど。なんで借地代なんか請求されてんだ？そうだったのか。でもさ、匿名で多額の寄付金が入ってただろ。ちょっと風の噂でな。で、その寄付金があるなら借地代くらい払えるんじゃないのか。それじゃあ一体どうするつもりなんだ。話は聞いていたわ。院長のことが気になるから後を追うわよ。
追うわよ。あなたたちの味方でないことは確かよ。気まぐれで助けに入っただけの、ただの水郷女よ。私だと分かったの？あれから10年以上経って姿も変わってるのに。でも私は。Thank you.
どうかしたのか？また盗みに入るのか？私、そんな予告状出してないわ。え？だって怪盗ローズがって。その予告状、本当に怪盗ローズなの？いいから答えて。いつもの？私の偽物がいる。じゃあ何か？誰かが怪盗ローズになりつまして似たようなことやってるってのか？そう思って間違いないわ。一体何のために？まさか本物をおびき出す罠か？偽物が出たら本物が来るだろうって。罠かは知らないけど、このままにはしておけないわ。本物としてはね。どうするつもりなんだ？同じ屋敷に予告状出して先に宝石を奪う。偽物に本物の実力を見せてあげるわ。これが罠だった時は切り抜けるだけよ。君に協力してもらってね。あっけなかったわね。この少女は
そらく偽物ね。どう出る？まずは相手の出方を見たいわね。私がカイトローズだという確証はないわよ。嫌な子。カイトローズを語る目的は何なの？待って、彼女は敵じゃないわ。何を根拠に？今は言えない。目的はそれだけ？匿名なんでしょ？どうして私からだって言えるの？だからといって人の名前を語るのはどうかしら。正しい方。私は 100% の正しさなどないと思ってるわ。もちろん今言った言葉にもね。だから自分なりにより 100% に近い選択をしようと思ってる。それだけなのよ。
ちょっと長話が過ぎたな。増援が来ないうちに退散しましょう。私に会うという目的を果たしたわけだけど、これからどうするの？本当、嫌な子。で、これからどうするの？回答を続けるの？そう、続けるのね。だったら選別代わりにさっき奪った真珠をあげるわ。いいわ。ただね、真珠は保存が大変よ。汗や油、水気を帯びたままだとすぐに輝きが失せるの。だから磨くことを忘れずにね。怪盗も真珠と同じ。技も心も磨かなければ輝きは失せてしまう。それを忘れないで。それは怪盗としての私の名前。普段はルビーって呼ばれてるわ。そう、宝石と同じ名前のルビー。安い名前じゃないのよ。今度真似たら高くつくわ。それじゃあね。ルビー、やっぱりあなただったのね、グレン。あなたに似た人が向かってきたから、もしかしたらって思ったのよ。私だって驚いたわ。あの時以来だから6年ぶりぐらい？大人っぽくなった？君いくらって聞かれた気分ね。
今すぐ叩きのめしたいってこと。まあ久しぶりの再会だからしないけど。昔の仲間か。まあそんな感じかしら。あんたも怪盗か。そうよ。なんでわかったんだ。どこかに盗みに入ってほしいの？どういうこと？面白そうね。受けて立つわ。勝つ自信は。勝負が終わってから言うわ。中身は何？それは楽しみね。トラップって私が引っかからなければいいのよね。悪いけどあのドア開けてくれる？ああ、いいぜ。入り口にトラップなんてせこいわよ。見つけたわよ。私の勝ちね。宝箱、開けさせてもらうわよ。何が入ってたんだ。それってプロポーズ？グレン、あなた。くれるっていうの？どうして渡さなかったの？
それを知って私はあなたと手を切った。グレン、一つ間違ってるわ。私はあなたを見捨てたわけじゃない。あなたから逃げたの。私欲に染まっていくあなたを見てて、いつか自分もそう思えてね。怪盗なんていくら義賊と言われようと、気高い志があろうと、そんな不安を。悲しみを背負って生きていく、哀れな人間なのかもしれないわね。奥さんになる人によろしくね。ああ、まったくだ。なあ、あんたが盗みをやめたのはルビーに手を切られたからか？その女と結婚ってか？のろけ話はやだね。彼と別れた時、もう会っても話なんかできないと思ってたのに。不思議ね。会ってみると自然と話ができるんだから。時の流れという魔法にかかったのかしら。いや、それが仲間ってもんだろ。仲間か。決着がついたら教えるって言ったよな。何を？勝負に勝つ自信は。なかったらよかったわ。勝負してあんなこと言わなければ。ただ昔を懐かしんで楽しめたのに、あのバカ。しかも結婚するからってこれをよこすのはあんまりだわ。後のない私に。その指はどうすんだ？君のグラスに入れる。おはよう。エンゲージリング入りのカクテルよ。そうめったに飲める代物じゃないわ。いいのか、こんなことして。せっかくもらったものを。金や物より思い出って言ったのはあいつ。文句は言わせないわ。それにね、
私は終わったことに興味ないの。今のために過去は清算するのよ。悪いけど先に戻らせてもらうわ。酒代は君のカクテルの中に入ってるから。戻る前にどんな感じでグレンと出会ったのか知りたいな。ちょっと気になるんだ。聞きたがりは嫌いよ。君は謎のある女とない女、どっちが魅力的だと思う？謎のある女じゃあね。次の仕事が決まったわ。ターゲットは女神のジェラシーを持ってる男爵。男爵はトラップ男爵と言われるほどの罠好きらしいわ。家中罠って噂もあるくらいの。それとね、男爵の趣味は珍獣集めだから、変な生き物がいるかもね。割とすんなり来れたな。そうね、トラップ男爵という割には子供騙しのトラップばかりだったし。問題はこの宝箱の山だな。一体どれに女神のジェラシーが入ってんだ。これだけ並べて宝は別っていうのも考えられるわ。じゃあどうするんだ。とりあえず宝箱を調べましょう。木の葉を隠すなら森の中、
他の隠し場所も思いつかないし。わかった。それじゃあまずトラップがあるか調べてみるわね。触っただけで宝箱が開く魔法がかかってるみたいね。これはちょっと専門外だわ。開けるしかねってわけか。しかし、さっきのスライム、すごい速さで張ってたような。私もそんな気がしたわ。とにかくどんどん開けようぜ。トラップ男爵がどんなやつか分かったよ。一種の愉快犯ね。宝石を餌に自分の趣味を見せたかったのよ、きっと。こっから木の床だな。建築費ケチったのかな。この床、歩くとなるな。ちょっと、これなんとかしてくれない？待ってろ、俺の剣でそいつを切り裂いて。ダメよ、そんなことしたら私の肌に傷がつくでしょ。あたしのナイフ使って。無理っぽいな。直接手でこじ開けるしかなさそうだ。